こんばんは、セラマーズマラン、セラマーズマラン。5月なんて言ったっけ。こんばんは。ちょっと遅れました、すいません。でも今日は8時くらいくらいって言ってたので、すいません。こんばんは。こんばんはちゃん、ないな。あ、優しい、皆さんなんて優しいんですか。すごい優しさ、ありがとうございます。こんばんは。こんばんはちゃん、そうだよね、祝日、今日は何の日だろう。何の日、果たして。昭和の日、昭和の日だ、やったー、昭和の日だ。5月、あ、5月じゃないもんだ。最近5月のことばっかり考えすぎて5月だと思ってます今。まだ4月だ、行き急いでる、よくない。まあまあ、衣替えしたの、衣替えしてない、でも半袖、確かに半袖でショールーム、今季今年初かもしれないです。昭和生まれの人いますか。募集して昭和生まれの人いますか、いっぱいそう、どうだろう、私はすいませんけど平成です。はい、ちょっと待って、5月、ムーンクイーン、ムーンキン、ムーンキン、平成です。私は2001年なので21世紀生まれです。すいません。すごい年齢公開。こんばんは。昭和と平成はどっちが好きですか。なんだっけそう、それより、あの5月をマレー語で言いたくて、あ、ちょ、ムンキン、今日はあ、5月じゃない、だから4月だ、間違えた。ダメだ、4月、え、英語と一緒、アプリ合ってるかな、アプリ。今日は29でしょ。29、待って、20はドゥアプロで、29はスンビラン。今日はだからドゥアプロスンビラン、ドゥアプロス、ドゥアが2なんですよ、プロが10、ドゥアプロスンビラン、ハリ
ブラウン、ハリー・ブラウン、アピル、アピルです。できた、うん、そう、ドゥアが2です。で、プロが10で、9がスンビラン、ドゥアプロスンビラン、ハリがヒデブラン、あ、ブランは何月、月曜日だからイスネン、スンビラン、ドゥアプロスンビラン、ハリーブラン、アピル、4月できました。イエーイ、こんばんは。はい、そうです。4月ももう終わっちゃいます。そうなんです、今日はめっちゃ暑かったね。皆さんのところはどうだろう、暑いですか。私はとっても暑くて半袖でしたね。今も暑いです。しかも今日は窓を開けてたんですけど、お家にいるときは窓を開けるか、朝は冷房がついてました。そう、お母さんが結構暑がりなので、暑いぞって言って、あの冷房がついてて、でもお母さんがいなくなってからは窓を開けてたんですけど、今日今はショールームをしているので窓を開けるわけにはいかないということで閉め切っているので、ちょっとサウナになってしまうんじゃないかって思ってます。こんばんは。うーん、ね、そうなんです。うーん、昨日が暑かった。あ、確かに昨日握手会、あ、一昨日と昨日と握手会ありがとうございます。そう、袴を着たんですけど、今日返却しました。レンタル袴だったんですよ。なんかすごいいいねって言ってもらって、そう、それでおばあちゃんは卒業式の袴と違う袴だったんですけど、卒業式の袴よりこっちの方がいいじゃないってすごい言ってきました。なんか全然なんだろう、えーって、どっちもいいねって言ってほしかったけど、こっちの方がもうこっちにすればよかったねってすごい言ってきて、でもそれぐらいいい袴を選べたっていう、よかったです。そうね、なんかさ、2個も着ることってないじゃないですか。そんな人いないからさ、多分すごい特権だなって思いました。皆さんのおかげで2個も袴を着れて嬉しかったです。そう、うん、嬉しい、優しい、ありがとう。そうね、おばあちゃんそう、おばあちゃんは正直ですよね、わかります。そうなんですよ、いっぱい写真もインスタグラムとツイッターにあげたので、ぜひ、というか袴がすごい過ごしやすくて、浴衣じゃなくて、なんだあれ、振袖はめっちゃ大変なんですけど、袴は、で、振袖の袴じゃなくて、なんて言うんだろう、そう、袴って2種類あって、振袖を完全に着て、そこにあの下にこうやって袴を履くやつと、その袴専用っていうか、なんて言うんですか、二分丈みたいな、なんかちょっと簡易的な上のやつに袴を着てるみたいなやつがあって、その昨日は簡易的なやつだったので、その下はもうなんかスカートみたいな、ロングスカートみたいな感じで、
そう、振袖はさタイトスカートみたいな感じですけども、ロングスカートだったからすごい楽ちんで、あ、すごい楽ちんってわけじゃないけど振袖より楽ちんで、でなんかこうこの辺がこうなんて言うんだろう、重いのでこうスンってグッてなんかなる気持ちが、こう私はかっこいい人ですみたいな、なんかそのなるので肝が据わるっていうか、そうだからすごくいいなって思って、これで生活したいなって思いました。はいそう、うんうん、袴でお寿司食べたの。お寿司は私服で食べました。あ、キングパーカーで食べましたそう、ちょっと暑かったのでそうです。ね、言いたいこと分かる。あ、分かってくれる。そう、ん、そうなんです。そうですね、ちょっと緩んじゃったんですけど、まあお母さん着付けだったので、お母さんも本当にその着付けの先生とか着付けができる人じゃなくて全くそう、あの YouTube とかで動画見ながらやってくれたので、そう、それはちょっとそうなんですよなんですけどすごく良かったですね。レンタルだから汚したら大変だね。確かに、でも汚してもいいんですよって汚してもいいわけじゃないけど、そう、最近は結構クリーニング代は不要ですみたいな、その汚しちゃっても大丈夫ですよみたいなところが多いです。汚さないようにはもちろんしますけど、し汚さなかった。そうねえ、そう、でもなんかあのワッフルのチョコが大量に入ったワッフルをこうやって墓までこうやって持ってる写真を見せたら、なんかうわーみたいな言われました大丈夫って。そう、こんばんは。本当に楽しかったです、横浜。うん、横浜最近待ち人っていう歌にハマってて、あの十八期ちゃんかの歌ですよね。そう、待ち人ってやつにハマってるっていうか、今日ただずっと頭に流れてるだけなんですけど横浜です、横浜ね、幕張全部できる。こんばんは。そう、こんばんはちゃん。確かに。そう、なんでもいけます。なんでもいけますよ。埼玉。そのうち強制終了されそう。I'm from インドネシア。おー、Thank you! インドネシア。Thank you! マレーシア。無理だよ。初見です。ありがとうございます。カラコンウィンク、そう、うん、ハーミンと18期の写真新鮮だった。ありがとうございます。
そうなの、クレープ一緒に食べに行きました。こんばんは、こんばんはちゃん。埼玉でも握手会やってほしいよね。え、なんでいつも千葉に行ったり横浜に行ったり、埼玉県民にも楽させてくれ。本当に埼玉はだから本当にないのよね、会場が。そう、本当に友達とも話してました、埼玉県民のね、遠いよね、横浜も幕張も遠すぎる。そうなの、本当に。なんかその神奈川のメンバーは、あーもう横浜は大丈夫みたいな、でも千葉は幕張はちょっと遠いとかさ、そうなんか東京とか千葉の人は、東京わかんないけど、東京とか千葉の人は、いや幕張はいいけどさみたいな、横浜は遠いよねって話してるけど、埼玉の身にもなってね、ありそうだよ、確かに。埼玉スーパーアリーナ前やってました。でもそれはあれじゃない、全国握手会じゃないですか、違う。関東すら遠い、確かに。ありがとうございます。あーごめんなさい、こんなこと言って。ありがとう。そうですよね、本当にいつも感謝しています、皆さん地方から。埼玉の分際でこんなこと言って、確かに本当になんかこうね、もう本当にありがとう皆さん。しかも私なんて第1部と第2部早いのに。そうですよね、本当にありがとうございます。でも次幕張は遅いです。え、何これ。82なんですけど。なんじゃこれ。こんばんは。生まれ変わっても埼玉県民になりたい。絶対横浜県民、横浜市民になりたい。横浜か、海の人になりたいかな。やっぱり海の近くで育った人と、海がない状態で育った人って全然違うなって最近思うんですよね。なんかなんとなく、そうなの、私は早いか遅いか、そうなんですね。ユキリンさん、すごい本当に。あ、でもさ、なんか握手会会場のそのクレープ屋さんとか食べに行った時にベンチがいっぱいあって、こんなのありましたっけってスタッフさんに聞いたら、あったけど増やしたみたいなことを言ってらっしゃって、あったんだって思って。前なんか握手会の MC、 握手会の MC じゃない、 MC、 劇場の MC で握手会の会場に椅子を置いてほしいみたいなことを私が言ったんですよ。そう、でもあったんだって思ってね、よかった、座るとこあって。いや埼玉好きですけどね、大好きですけど、やっぱ憧れます。あー横浜。どんだけ憧れてるの。こないだね、その横浜に行ったんですよ。そしたらいっぱい遊ぶところとかコンサート会場がいっぱいあって、すごいなって思いました。観覧車乗ったの、横浜の、わかりますかね、あれコスモワールドの、そう、それ観覧車乗ったんですけど、なんかもうその周辺になんだ、犬が吠えてちょっと近所の犬が吠えてる。なんだっけ、ピアリーナ、あれ？ピアリーナ、ピアリーナとか、
K アリーナとか横浜アリーナあれとかゼップ横浜とかなんか本当にすごいいっぱいあって、そうびっくりしました。でその遊園地もあるし、そういっぱいショッピングモールとかもいっぱいあるし、本当にすごい。なんかアンパンマンミュージアムとか、あとカップラーメンミュージアムとか、そういう施設がいっぱいありました。埼玉、あ、埼玉じゃない、神奈川、横浜だけじゃない、そうなんだ、あ、そうなんだじゃない、そうですよね、間違えた、危ない、そうですよね、知ってますよ、もちろん、もちろんもちろん。でも埼玉もすごい素敵ですけど、そういう遊びっていう意味ではすごいなって。あ、そう、赤レンガとかさ、すごいですよ本当に。7階どういうこと。小田原城、確かに。そう、埼玉はそうです、レイクタウンありますし、なんか何だっけ、トトロとかあります。ジブリだ、ジブリ、トトロのなんか森みたいなやつとか、あとキャンプとかできます。はい、あとね、川ライン下りって言って、川を簡易的ボートみたいなやつで下るやつが楽しいです。結構激しい感じで。そう、確かに西武ドームもあります。はい、そうですね、浦和レッズ、サッカーめっちゃ盛り上がってます。そう、あとなんか野球も盛り上がってます、多分そうです、はい、山は負けません。あとはそうだな、あ、結構なんか和菓子が多い気がします。なんだろう、工場がいっぱいあって、そうだから結構いろんな全国の和菓子とかを作ったりしてる、埼玉でなんかちょっと半分適当に喋ってますけど、はい、あとそう、あとく熊谷が暑い、全国で2番目ぐらい、1番じゃない、暑い。ルッテの工場がありますそうなんだ、そう、そうなんだ。あと日高屋って埼玉出身です、ラーメン屋さん。そう、そうですよ、すごいですよ、日高、そうです。あと AKB メンバーがめっちゃいますはい、川越、川越めっちゃ楽しいですよ、楽しい。川越、川越城行ってほしいですね。結構天守はないんですけど、天守はもともと確かなくて作られてないかったかなくて、でも本丸御殿っていう、そう、御殿が
あるんですけど、その本丸御殿はが現存であるんですよ。でその現存本丸御殿があるのは全国に2個しかなくて、そう関東では1つだけ、神奈川城だけなんです。もう1個は、高知城、高知城だったかにあるんですけど、そこは関東は1個だけなので、で中も本当にすごいです。これめっちゃすごい。え、これはでも本当に絶対行ってほしいです。絶対ぜひ行ってほしい。なんかその現存というか昔のまんまなので、まあちょっと修理とかあると思いますけど、そうめっちゃ感動しますし、あの夏に私は行ったんですけど、そこだけすごいひんやりっていうか涼しかったりとか、なんか縁側みたいなあったり、あの時代劇でよく見るなんかこうこまごまドアがいっぱい、ドアっていうか襖がいっぱいあってみたいな部屋があって、すごい感動します。はぁって。だから一人で行ったんですけど、なんかこうやってあのなんか誰かいるんだろうっていう、あのお芝居をしたくなり、お芝居、うん、したくなりました。ささささささ、壁にこうやってささささささ伝わるかな。川越城すごいです。はい、あ、新都心、そう埼玉新都心はみんな行ったことあるか。でも埼玉スーパーアリーナある人が多いかもなって思うけど、は結構楽しいコクーンっていうのがあって、そうなんかショッピングモールみたいな、楽しいです。映画館があります。うん、お、この間かな、川越行った、嬉しい。そう、あ、そう忍者みたい。あーちゃんとそんなお芝居したいしようよ、しよう私も一人だとちょっとできなかった。そう、近くに来たいんっていうのがあって、家光誕生の間が移設してある。そう、それをね、川越城の、川越のなんか博物館、川越市立博物館が川越城の近くにあるんですけど、そこに行った時に知って、うわっ、じゃあそれも行こうって思ったんですけど、もう閉園してたの、あの時間が4時とかで終わっちゃうから、で行けなかったですので、絶対今度また行きたい。川越城の攻め方、攻め方はあの分かんないけど、あのでも行き方はあのまずこうやって市役所のところに大手門っていう一番正面の門がの跡があって、そこから行って、で右側歩いてると、なんだっけな、なんか、掘り、お堀がそのまま残ってるところが見れる場所があるので、そこは絶対見てほしくて、そのまま進んでって本丸御殿見て、なんかその奥に池もあるらしいんですけど、そこは行ってない。そう、その3つは絶対見てほしい。うーん、はい、埼玉、あとなんだろうな、あとなんだろう、もう年、あれ、豊島園は埼玉じゃないか。ハリーポッターのなんかできました。はい、そ
んな感じです。埼玉、埼玉に来てください。埼玉はいいところです。ムーミンだ、そうだ、ムーミン、ムーミン埼玉です。ぜひ待ってます。どうなんだろうよ、神奈川県民の人に感想を聞きたいな。埼玉どうですかって。なんか私さ、神奈川県民の人を当てるのが得意だと思います。この人神奈川県民だなってなんかわかるんですよね。そう多分見た目で。うん、ぜひ来てください。ムーミンめっちゃ楽しかった。すごい、行ってみたい。ムーミン、そうです、確かにラグビー場もあります。母ちゃんゴールデンウィークめちゃ僕帯出てくれるの嬉しい。そう、いっぱい出ます。めっちゃ出る。ゴールデンウィークほぼ全部出る。待ってます皆さん、皆さんゴールデンウィーク待ってます。そうですね、嬉しいです、たくさん出れてよかった。なんか いろんな髪型をしようかな。ね、どうやってなんか変化をつけたいなって考え中です。そう、結構新しく出るメンバーもいたりして、わたわたとなりそうな気がします。いやそう、でも短いからね、難しいですけど。でもまだいろんな髪型してないから、申し込んでます、絶対当たりますように。あ、そっか、倍率が上がる、そうなんだ。いきます。したいけど…なかなか当たらない。なんでだろう、みんな言ってるんですよね。でもさ、16人声もやりたいですよね。地雷メイクで出る？あ、ちょっと恥ずかしいからやめます。はいね、曲によって変えれたら一番いいですけど。当たりますように、お願いします。全員当ててくれ。オンデマンドとかでもぜひ。なんで、あと、あ、あれ、これ言ったっけ、20、16と23
にあのラジオに出ます。前のアジアイ、うん、アイニュースさんのリニューアルバージョンかなのラジオに出ます。嬉しい。ぜひ聞いてください。そう、サホさんとね、ユーリー公演も当たってほしいです。そう、5月、あ、そうです、そうだ、なんかウィバースではちょっとだけ言ったんですけど、ショールームの皆さんにもちょっと言っとこう。聞こえたかな、聞こえたかな。前アイミンと出たやつ、そうです、アヤミンと出た2回ぐらい出させていただいた気がします。確かアヤミンとそれに今度はサッホさんと出させていただきます。ね、どんな感じになるのかちょっとまだわからないんですけど、楽しみです。あの経済の、そう、新しくなってからのやつをおりんと、ずんちゃんが出るからそれ聞こうかな。経済の番組なのでお勉強になると思いますし、そう、聞きたいことあるから聞いてこようっと。経済についてはい、あ、そうだ、ウィバース終わっちゃいます。あ、そう、ウィバース終わっちゃうんですよ。5月31日の3時で終わっちゃいます。それで5月2日までなら申し込めるんでしたっけ。もし今から私のウィバース撮りたいかもって思う方がいたら5月2日まで、あれ？嘘かもしれないです。どうだろう、2日までなら撮れるかな、多分なのでもし気になったら、もう全然気にならなかったらいいんですけど、前755をやってくれてた方は755みたいな感じで使ってるかな。なんかそう、メール、え、どうだろう、結構楽しいですよねウィバース結構楽しいです。はい、そうですね、私はめっちゃ楽しいでも全然そのね、あれじゃないので、フリーなコンテンツじゃないので、もし気になったらそう、確かに私は夜遅め、12時近くに出現すること多いから、早寝さんは朝起きたらね、あれってなってるかもしれないけどね、え、そう、私めちゃくちゃ大好きでウィーバースの DM っていう機能なんですけど、で、あ、更新の手続きも5月2日の15時まで、ありがとうございます。そうです、すごい、なんかめちゃ楽しすぎてずっと本当はやりたいぐらい楽しいんですけど、でもちょっとずっとやっててもなんかなんかもういいよってなられたらやだなって思って、けど楽しい。ね、
確かに朝起きたらおはあちゃんっていうので、それがめっちゃ755っぽい。こんばんは、もういいよなんてならないよ、優しい、ありがとう。KLP48 でもぜひウィーバースやってほしいね、やりたいです。でもわかりません、それはちょっと保証はできないけど、やりたいですね。こんばんは、わかります、755よりハーチを身近に感じてます、わかりますね、本当に大好きウィーバース大好き。そう、メールも好きだし、メールもなんか最近撮りましたって方が何人かいらっしゃって嬉しかったです。握手会とかでも撮ったんですけどもう終わっちゃうんですねってそう言われた。でももういっぱい送ります。ねえ、お疲れ様です、こんばんは、こんばんは、プライベート感があります、ね、楽しいです。そう、結構返信とかしてくださる方もいて、なんか本当にニヤニヤしながらやってる、いつもそう、お母さんにもなんかそれやってる時めっちゃ楽しそうだねって言われた。本当になんかお母さんってなんかちょっと 0.1 ミリだけ口角が上がっただけでも何笑ってんのってなんか気づかれちゃうんですよ。そうで本当にあ、でもこの顔でやってるかもしれないです。この顔この顔でやってる、これぐらい、これぐらいでもなんか割れます。何笑ってんのってだからそうなんです、それを。でも本当に面白くて、そうなの、爆笑してます。結構なんかその対人じゃなくてもなんかすごく声を出して笑ってしまうことがよくあって、そう、テレビに突っ込むお父さんみたいな感じでいろいろ、なんだろうな、本はあんまりないかな。あ、でも本もあるかな、本とかそのドラマとか、あと皆さんからお手紙とかコメントとかも読んでる時に本当にこうなんかふふんとかじゃなくて本当にわははって笑ってるからありがたいそうです。あ、分かってくれる、分かる、よかった。ね。確かにね。おはちゃん。ショールームはね、なんか残るって噂です。ちょっと知らないけど。土曜日の握手会行けてよかったです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。土曜日はそう、お寿司が、あ、土曜日じゃない、日曜日だ、お寿司があって本当に美味しかったです。超志丸さん、ありがとうございます。お寿司大好きね、お寿司美味しすぎました。だって土曜日と日曜日でもういっぱい、もうちょっとトッチョだって
超食べました。あの土曜日はなんだっけ、何食べたっけ、最初にあジェラートがメンバーの方だけにジェラートのキッチンカーがあったんです。そうジェラートを食べて、でしかもジェラート屋さんにチュロスがあったので、もうこれは食べないといけないじゃんって思ってチュロスを食べて、でその後あの普通にケータリングのご飯が、もうちょっとご飯食べたいなと思ってご飯を食べて、それは何だったかな、なんかあオムライスみたいな、オムライスともうちゃんと本当にがっつりご飯を食べて、よしお腹いっぱいってなったんですけど、でも絶対にワッフルは食べなきゃいけないっていう、そのなんか謎の使命感があるんですけど、でワッフルを食べました。そしてお腹パンパンになって、もうお腹いっぱいってなりました。そうワッフルね、ワッフルボリューミーでした。でもなんか生クリームが苦手だったので生クリームなしでって言ったら、すごい奇妙がられました。でも皆さん優しくて、ワッフル屋さんがじゃあこれでいいって言って作ってくれて、特別に。そうワッフル880って書いて AAO って読むんだ。そうで日曜日はお寿司をいっぱい食べて、もう最高な気持ちになった後に、で今日はもうクレープはやめようって、クレープがその時あったんですけど、クレープはいやいやっていうか、もう昨日いっぱい食べたから今日寿司だけにしようって思ってたんですけど、あやみんがクレープ行くって言ってくれて、って思って全然行かないって言ってもねよかったんですけど、うん行くってそう誘われちゃったからね行くって言って食べました。もう美味しかったです。クレープ食べてよかった。なんか可愛い色の、そう美味しかったですね。お寿司確かに皆さんの方にもお寿司あったらさ、え確かに皆さんの方にもお寿司あればいいのに。でもさ、何しに来たんだろうってなりません？皆さんなんか握手会しに来たんじゃなくて、お寿司食べに来る人いそう。お寿司券みたいなお寿司来ますよって。あそれでね、あここだけの話なんですけど、その5月の握手会でもうキッチンカーって何か決まってるんですかって言ったら、決まってないよってスタッフさんが言ってて、えじゃあ絶対チュロスでお願いしますって言ったの。そしたら、おーチュロスねみたいな、チュロス好きなのみたいな言われて、はいもうメンバーみんなチュロスがいいって言ってますって言ったら、おいそうなんだってちょっと考えとくねって言ってくれたね。だからもしかしたら5月チュロスかもしれないです。私ちょっとどうしよう、これは私が AKB を動かす時代が来たかもしれない。そうです、その場で握ってくれるんですよ。でちゃんと流してくれて、そう、うんうんね、チロス押し増しでお寿司、うわそれはちょっと戦わないと、長子丸さんと。ね、そうです。
った。お寿司の種類豊富なの？いや、めっちゃ豊富です。豊富すぎてびっくり。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、25種類ある。豊富すぎる。すごい。幸せでした。そう。何よりもズッキーが前回食べれなかったんです、チュロスを。そう、あんなに楽しみにしているズッキーが。そう。チュロス。私は、チュロスはるかなんですけど、山内チュッキーと言っても過言ではない山内さんが食べれなかったんです。ちょっと握手会参加できなくて、もうそれは良くないということで私が代表していました。そうです。ね、ディズニーで食べました。10期。はい。確かにチュロスだったら5月の握手会は早めに会場入りしないとね。確かに。それは、許されるのか。美味しそう。でも私はこんなにチュロスチュロスってやってるから、みんなからなんかいろんなチュロス情報が届くんですよ。そう、ここの、今も池袋で売ってたよって。なんかこの駅の、ここのコンビニで、チュロスが売ってるよとか、このお店のにチュロスのメニューがあるよとかいろんなチュロス情報が届いて面白いです。面白い。はい、なので皆さん5月の握手会期待しててください。わかんない、これちょっと戦いですね。ね、映画館ね、戦いです。そうです。ディズニーの夢の国の、あれ？ディズニーの話したっけ？ショールームいつやったか忘れちゃいました。夢の国に行ったんですよっていう話。なるさんとあやみんとチュッキーと4人で、あ、してない？じゃあしよう、ちょっとだけ。4月19日。え、10日前。あれ、そんなしてなかったの？そっか。え、じゃあ親知らず抜いたのも知ってる？知ってるか。
そう、4人でねディズニー行ったんですけど、そうなんですよ、もともとはまなかちゃんが行く予定だったんですけど、なんか用事が入っちゃったので、そしたらなるさんが、え、じゃあ私行こうかなみたいに言ってくれたらしくて、そう、韓国の時かなんかに、そうで、たまたまその4人で行ってきたんですけど、そうなんです、ウィバースをみんなで、なんかみんなで匂わせしようってなって、まずまなかがその日にネモステレビの収録をしてて、それがなんか18期ちゃんと17期ちゃん対決の司会で、ツイッターの問題を出すみたいなやつで、それでまなかがちょっとよろしくお願いしますみたいな言ってるツイートになるさんが反応、頑張れみたいな言って、でそしたらまなかがそれに対して、ちゃんと私も連れてってくれますよね、くれてますよねってツイートして、そう、それはディズニーになんかまなかが写真をくれてて、自分のこれを、この写真を撮るときに4人で、私も入れてくれっていう、なんか写真を、ソロ写真をなるさんが持ってて、それをちゃんと連れてってくれますよね、くれてますよねってツイートをしてて、でなるさんがそれに対して、もちろんさ、へへって返したので、それはなんかちょっとミッキーを意識して匂わせみたいなことをやってて、そう、母じゃなくて、母だとちょっと分かりすぎちゃうから、へへにして、そうで、あとウィバースの、なんか私初めて知ったんですけど、ウィバースの自分の顔の横っちょになんかマーク、絵文字が変えられるんですよ。そうで、私のはずっと星になってて、でも知らなくて初めて知って、そう、みんな変えてるみたいなんですけど、それをみんなでネズミにしてでディズニーにいるよっていうアピールをしたり、みんなで、そう、なんだっけ、なるさんはなんか楽しいですみたいなこと言って、あれって匂わせをしたりしてました。そう、でも私のそのウィバース撮ってくれてる方は、まあ、何人か、なんかディズニーっていうのを気づいてる人はいなかったんじゃないかなって。どうだろう、でも今見てたら気づいてた。ネズミになってて、もしかしてって思ってたって、すごいね、その、え、すごい、ネズミ気づいたんだ、ネズミすごいそう、でも全然気づいてないだろうなって思いながら見てました。そうなの、え、ネズミになってるなと思ってた、すごい、よく気づいたね。でもなんかそっから変えるのめんどくさいじゃなくて、変えるのが忘れててずっとネズミになってる。そう、何の、そうなんだ、すごいね、すごいすごい、こんばんは。そう、ね、ずっとディズニーで本当に楽しかったの。なんかね、雨だったんですけど、一日中初めて雨のディズニー行ったんですけど、本当に楽しかったです。何が楽しかったかな、最初はスペースマウンテンっていう、シュンシュンシュンっていうめちゃくちゃ速いアトラクションがあるんですけど、それに乗りました。そうで、私はあんまり絶叫系は得意じゃなくて、でも流されたらというか、みんなと一緒だったら自らは乗らないけど、みんなが乗るって言ったら乗るタイプなんですけど、そうで、スペースマウンテンは、スペースマウンテンは乗ったことがあって楽勝だって思ってたんですけど、意外と速くて、うわ、ちょっと怖かったかもって1回目乗った時ね、思ったの。なんかみんなの前では、めっちゃ楽しかったって言ってたんですけど実は1回目乗り終わった後に、ちょっと怖かったかもって思ってたので、でも最後にもう1回ね、夜
一日終わって夜じゃあ最後もう一回スペース乗ろうよみたいになって乗ろう乗ろうって言ってたけど、ちょっと内心えもう一回乗るのかってちょっと思ってたの。でも2回目乗ったらもう楽しすぎて、そうなんかもうふわーってもう全てを解放させてくれる楽しさがあって大好きになりました。そう改装しちゃうんですよ。だから3年ぐらい乗れなくなっちゃうので、もう乗っといてよかったって思いました。嬉しい、楽しかった本当にね。そうなの、楽しかったです。あとはあのインスタグラムのストーリーにも載せたんですけど、バズライトイヤーのアトラクションでこうやってバンバンバンってなんか打って得点を稼ぐアトラクションがあるんですけど、それも2回やってそれもめっちゃ楽しかったです。そうそう、なんかすごい点数が全然取れなくて私はびっくりしましたでもめっちゃ楽しかったんですよね。なんか1回目はね、なるさんと一緒に乗ったの、2人乗りで、でなるさんは1万5000点ぐらいで、ズッキーが3万5000点ぐらいで、あやみが2万ぐらいで、私がなんか3500点でえってなって、でも確かに全然打てなかったなっていう自覚があったから、あで2回目乗ろうってのもなった時に、よし頑張るぞって、集中、これは集中するやつなんだって思って集中して打ってたので、そしたらすごい打った自覚があって、であの四角とか三角とかいろいろあるんですけど、丸とかなんか逆三角が一番点数高いとか、なんか隠れ高得点の場所とかめちゃくちゃ調べて並んでる間に、そうでやってしかもやってる間もうめっちゃうわ打ってる打ってるって感じ、もうこれは大量得点だ。そのなんか隠れ高得点も5万点とかのがあるんですけど、もうそれも打てたみたいな感じで、すごい手応えがあって、よっしゃーって思ってみたらまた3500点でびっくりしました。はい、どうして思いました。びっくりちょんまげで、隣見たらなるさんは6万点とか取ってて、どういうこと思いましたね。どういうこと。だからまたやりたい。まずあとあのピーターパンかなっていう、なんだろうみたいな。で順番が来る直前というか、もう本当に順番が来る時までずっと2人でやってて、でなるさんは分かったみたいな、なるさんズッキーはもともとなんか問題にかそう関わってたから、あのあれでそうなるさん分かったって言ってる、あやみんと私はえ分かんない分かんないみたいな状態で乗ったのピーターパンに。そうだから半分ぐらいその話してた、ピーターパン乗りながら、えあれはこうだよみたいなそれで途中で我に返って、ちょっと一回やめようこの話、ピーターパンを楽しもうって言って、二人乗りだったんですけど、あやみと乗って楽しかったです。こんばんは、こんばんは。あとはでもパレードとかショーとかはなくて雨だったので、そう、あとベイマックス乗ったりとかしました。楽しかった。そう、あとね4人でお揃いのストラップ買ったんです。あと靴下もお揃い買った、めっちゃ嬉しい、大切にしてる。ベイマックスはあのなんかベイマックス、ベイマックスはああの音楽のねノリノリのやつでノリに乗ってやりましたけど、でもハッピーソングっていうなんかハッピーソング
ていうやつがあって、それがみんなでお気に入りだったんですけど、全然それじゃない時に乗っちゃった曲ね。そう、青春だった。楽しかった。意外と怖かったです、ベイマックス。振り回されました、ベイマックス。ベイマックスも、あと美女の野獣だ、美女、じゃ美女と野獣美女と野獣も見たんじゃなくて、あの乗ったんですけど、楽しかったし、美女と野獣っていう物語を見たことないくて、映画とか、そうなので見てみたいなって思いました。うん、そうです、踊ってました。確かにベイマックス、ベイマックス確かにユイリーに似てる。めっちゃ空いてました。その美女と野獣っていうやつは、あの新しいやつだから、いつもはもうすごい何時間も並ぶらしいんですけど、私たちの時は35分待ちでスイーって乗れました。こんばんは。そうですね、うん、楽しかったです。あとゆっくりもしました、ご飯屋さんで。ゆっくりしてチロスも食べて、いっぱい食べた。あと何、白雪姫とかカリブの海賊とか初めて乗ったのばっかり。スペースマウンテンとバズ以外初めて乗りました。そう、ソアリンは C なんですよ。そう、大好きなのにね。楽しかったです。こんにちは。こんにちは。うん、ねえ、素敵でした。やっぱディズニーは夢の国だって思って、本当にあーってなります、帰るときに。あー帰りたくないってなります。楽しかったです。そう、親知らずあったからね、親知らずこうやってやらないといけなくて、全然なんか雨だったし親知らずだったので、その全然写真がなんだろう、映えないっていうんですか、こうねなので逆にもう写真ばっかり、写真ってならなくて楽しめたかなって私は思っちゃった。そうそうなの。でもあれだけは撮りたくてね、このリトルグリーンマン。ゲビ劇場が夢の国、あ、それは嬉しいぞ、はは本当に楽しかったです。あ、もうこれ、あれ何時から始めた、8時からでしたっけ、あれ8時、あれもう1時間も経ったってこと、え、1時間も経ってる、なんてこった。寸前そんな感じ、すごい、めっちゃさ超ゆったりと喋っちゃいましたすごい、なんの、あ、なんか本当にありがとうございます。皆さん配信こんな優しい、本当に皆さんが優しすぎる。
タラタラと喋ってしまった本当に面白いです。すっごい晴れてて、そう見えるかな、うち晴れてる ありがとうございます。ね、じゃあそろそろ終わりにしようかな。はい。そうです。なんかじゃあ、待って。じゃあ最近覚えたマレー語。テレマカシー、テレマカシー、うん、ありがとう、ハティハティ、お気をつけて、ハティハティ、覚えたっていうかめっちゃ見てるけど、ジュンプラギー、またね、あ、スラマトゥンガハリ、こんにちは、これめっちゃゴロロゴゴロいいから。スラマトゥンガハリ癖になります。こんにちは、アプカバル、 How are you? アプカバル、カバルバエ、元気です。バイバイ。ハティハティ、サユハハン、サユハハン、サユファハン、わかりました、サユハファハン、サユファハン、はい、 Thank you ありがとう。じゃあ今日はこんな、こんな感じで終わりにしましょうかね。舞台公演楽しんでね。楽しみます。ありがとう。じゃあ最後に夜ご飯クイズをしたいと思います。私の今日の夜ご飯を当ててください。ヒントは中華料理です。中華料理です。どうぞ。よし、書けました。それではそこまでです。カン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 、はい、そこまでです。では正解発表をしていく前に、正解者の方いるんでしょうか、見ていきたいと思います音で読み取ってる。惜しい、でも違うからダメだ。ショボタさん正解です。73正解です。よしのりさん正解です。スピーナさん正解です。チョコレットさん正解です。うわ、ずるいぞ。おりんごさん正解です。ジャビさん正解です。アンシャーリーさん正解です。正解はこちら。
麻婆豆腐でした。はい、これが四角いのが豆腐で、あとの具材はわからないのでぐちゃぐちゃに書きました。はい、ありがとうございます。麻婆豆腐でした。麻婆茄子って言ってくれた方がいて、惜しいけど茄子って書かなければよかったのに。茄子、麻婆って書いたら正解だったのに。あ、呼ばれなかった。すいません。グータさん、正解だったのね。みそびれちゃった。惜しかった。残念でした。はい、ということで、外しに行きました。すごい、天才だ。天才現る。私も、本当にズーミンさん、正解です。すいません、私の目が節穴でした。チャーハンは正解ですか？チャーハンは正解じゃないです。よかったです。はい、じゃあ一曲歌って終わりにしましょう。まあぼーっとしてたから、もう全く面白いんだから。面白いです。何を歌いましょうか。ね、欲しい曲があったらお願いします。私の中で一個あるんですけど、これがいいかなって。シマウマやめてねの曲。ちょっと覚え方、すごい、そうですね、うわー迷います。どうしようかな。うわー、そうだな、ちょっと待って、調べます。ちょっと待ってください。あー、いいね。うわー、2つで迷ってる。ちょっと待って。
じゃあこれにします。決めた。歌えるかな。それでは聞いてください、セブンティーン。じゃ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 んじゃ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 じゃんじゃ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 んじゃ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 。僕が生まれて育った海のそばのこの街、久しぶりに帰ったらショッピングモールができてた。低いから。時はいつでも魔法の杖で道の景色を変えるけど、波の音と潮の香り、あの頃のままだよ。セブンティーン、今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくぶって確かめただろう。チャ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 。君の実家の酒屋はコンビニになったんだね。店の中を覗いたらレジに君が立ってた。スタイ、ん？なんか違う。スタイリストに。いつか話してくれたけど、思い通り行かなくてもしや。違う。うん、分かんなくなっちゃった幸せそうだよね。安心した結婚したって聞いたよ。好きだというのが遅すぎた。子供もいるって聞いたよ。話しかけずにさらば青春。今でも君が一番だ。卒業アルバムの右の端、やっぱり君が一番だ。何度めくぶって確かめたら、今でも君が一番だ。思い出の中輝いてる、やっぱり君が一番だ。このままずっと初恋の人。じゃ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 ん、じゃ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 んじゃん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 ん。はい、ありがとうございます。すいません、分かんなくなっちゃった2番。ありがとうございました。ということでセブンティーンを聴いていただきました。可愛くて大好きな曲です。そう、ありがとうございます。はい、6000人超えた。本当だ、なんかいっぱいの方が見てくれたのに、さあ間違えちゃいました、てへはい、じゃあこれで終わりにしたいと思います。ではランキングを読ませていただきます。第13位の方から、ましろちゃんありがとうございます。おりんごさんありがとうございます。袴はーちゃんを見れて思い残すことはないおにてる最高さんありがとうございます。第3位ケールピヨシありがとうございます嬉しい。みずみずちゃんありがとうございます。のりさんありがとうございます。わっ、変わっちゃった。ふーちゃんありがとうございます。やまちゃんさんありがとうございます。
とマイケル・ジョーダンさんありがとうございます。ハッシーさんありがとうございます。島根のチーヤン16期推しありがとうございます。嬉しい。よしのりさんありがとうございます。よしのりさんありがとう。でバタヤンさんありがとうございます。ガリガリにやけさんありがとうございます。第1位はスピーナさんありがとうございます。イエーイありがとう。はい、ということで皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとう。あ、友達なんだ、すごい。はい、ということでありがとうございました。楽しかったです。本当にやっぱりサウナになりました。暑いありがとう。ね、こんな長くやっちゃった、申し訳ない。みんな早く寝たかったりしたんですよねはい、寝る方おやすみなさい。そしてこれから頑張る方頑張ってください。じゃあ終わりにします。最後自己紹介、あなたの視線と私の視線をクロース。はーちゃんこと黒沢るかでした。ありがとうございました。バイバーイ。楽しかったね。バーイバイバーイ。ありがとう、本当に。またね。